終戦記念日の8月15日、私たち日本人のほとんどがこの日戦争が終わったと考えています。しかし実は日本の存亡に関わる本当の危機は翌8月16日から始まります。対応を誤ればアメリカとの戦争が再開し、ソ連の北海道侵攻を招きかねませんでした。日本を真の終戦に導いた太平洋戦争ラストミッション、それがこちら、平和の白い鳩、緑十字旗の決死の飛行でした。日本政府からも GHQ からも公表されず、国民の誰も知らなかった空白の7日間に一体何があったんでしょうか。耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって藩邸の。8月15日に放送された玉音放送。しかしそれはあくまでポツダム宣言受諾を国民に知らせるものであり、太平洋戦争が終わったわけではなかった。日本国政府が直ちに無条件降伏を宣言することを要求する。それ以外に残された道は完全なる壊滅あるのみ。日本が受け入れたポツダム宣言は日本の占領と全部隊の武装解除を求めた。それが実行されない限り正式に戦争を終結できない。しかし実際には日本各地の部隊で徹底抗戦が叫ばれた。来航する敵に対しては断固反撃すべし。こちらは現在海上自衛隊と米軍が共同使用している厚木基地です。戦時中は日本海軍最強と言われた厚木航空隊の基地、厚木飛行場がありました。厚木航空隊を指揮する小園司令は玉音放送終了の5分後、ある声明を全国の部隊に発信した。かかる退却の命令を発する中央当局はすでに命令権を喪失せるものと認む。よって事今いかなる命令といえども一切これを拒否する。そして玉音放送を聞くために整列していた3000人の隊員に訴えた。降伏の勅命は真の勅命ではない。ここに我々は部隊の独立を宣言し、徹底抗戦の火蓋を切る。どうせ敵はやらないならくさやったらいいって言う気持ちだって。海軍の上層部なんてのはもう本当に腰抜けやろうなんてもう持ってるわけだからね。あいつらこそ国賊だ。そのまま厚木飛行場全体が戦闘態勢に入ったという。お見事一心も報いずにね、負けるなんてだらしがない、最後までやるんだって。これがアメリカから言わクーデターだね。こうした動きはアメリカも想定済みだった。これがブラックリスト作戦のファイルです。終戦直前の8月8日に作成された日本占領の極秘プラン、ブラックリスト作戦。降伏後かなりの抵抗が予想される。特に特攻隊、抵抗する敵は粉砕する。マッカーサーは困難な占領になることを懸念し、70万人以上の兵力を日本に派遣し軍事占領するブラックリスト作戦を立案したのです。反乱を起こした海軍航空隊は決起を呼びかけるこうした檄文を日本全国にばらまきました。我らと共に戦え、これこそ真の忠義にして、これのみが必勝の道なり。国
国民諸氏に次ぐ天皇の軍人には絶対に降伏なし。天皇の軍人には絶対に降伏なし。いや、この通りですよ。こういう内容のことは主人公から聞いたことある。なんかね、ビラもらってきたんですよ。これ巻いてんだよなんて。でそれで実際にね、やるんだな、最後までやるんだなっていう感覚がありましたね。一方、終戦直前に対日参戦したソ連軍は樺太の日ソ国境を突破して南下。戦争が正式に終結していないことを理由に侵攻を続けていた。さらに、日本の降伏が予想されている、この有利な状態を利用して島列島を占拠する必要がある。それだけではない。8月16日、スターリンはトルーマンに手紙を送ってこう主張した。釧路から留萌に至るまでの線の線を引いて、釧路と留萌を結ぶ線から北側の北海道はソ連軍が占拠する。実はスターリンは北海道を占拠するということを実は真剣に考えてたと。北海道の北半分をと分取ることによって宗谷海峡をその支配することができる。でオホーツクが、完全に内海になると。大至急降伏文書に調印し停戦を実現しなければ大変なことになる。マニラにいた連合国最高司令官マッカーサーはある命令を発信する。フィリピン・マニラ市に降伏条件を遂行するため代表者を派遣することを命ず。マッカーサーは一刻も早い日本への進駐を目指して全権を委任された降伏軍師を派遣するよう求めたのだ。飛行機全体は白色に塗り緑色の十字をつけ8月17日に出発すること。しかし反乱軍と進駐軍の衝突を恐れた日本はなるべく進駐を遅らせて武装解除の時間を稼ぎたかった。今直ちに敵側の本土乗り込みが実施せられるにおいては誠に由々しき事態発生の恐れあり。さらにマニラに派遣する人選は困難を極めた。降伏という屈辱的な任務である上連合国側から命の保証もなかったからだ。さらに天皇を侮辱する要求があった場合はその場で自決する覚悟が必要だった。日本は時間稼ぎ、マッカーサーの命令に逆らう。マニラへの飛行をわざと遅らせる。苛立ちを見せるマッカーサー。これ以上遅滞することなく仰せられるべきものなり。結局白羽の矢が立ったのは陸軍参謀次長の川辺虎四郎だった。川辺はその時の心境を日記に綴っていた。これはですね、はい、川辺虎四郎が書いた次長日誌ですね。はい、誠に嫌な恥多き使命ながら嫌でも苦しくともなさねばならぬと覚悟を定めたり。一方海軍では元駐米武官で英語に堪能な横山一郎が選ばれた。ただもう自分の役目を全うするってそれだけじゃないでしょうかね。大変だったんじゃないかと思うんですよね。マニラには外務省からも一人派遣することになった。重光外務大臣が心配して軍人だけじゃどうなるかわからん、
それでお前も一緒に行けと。もし反乱軍が進駐軍を攻撃した場合、真珠湾同様の騙し討ちと受け取られ、徹底的な報復を受ける恐れがあった。彼らに与えられたミッションは、進駐日程を遅らせ反乱軍鎮圧の時間稼ぎをすること。そして進駐先から反乱軍の総本山厚木飛行場を外すこと。一方、軍士を運ぶ飛行機の搭乗員は横須賀航空隊と木更津航空隊から選ばれた。緑十字機の運航責任者だった寺井は、ある人物を機長に指名したという。元自衛官のパイロットだった息子にその理由を語っていた。南方洋上でですね、何度も死に目に遭ってるんだけども、巧みにその危機を回避してきた男だ。とにかく全権団を無事に送り込んで、無事に返すためには須藤の技術を借りたい。一番機の機長に指名されたのは名パイロット須藤伝え。飛行時間は15年間で1万7000時間に上るベテランで、横須賀航空隊の教官を務めていた。当時戦争を終わらせるために、まあ大変な任務をこなしたんだなっていう。生命の安全は保証できないが、ある重要任務を引き受けてもらいたい。生還は期待できないとのことですから、妻と長男に別れを告げました。連絡を受けた須藤の妻キヨは、これから戦地だかどっかだかわからないけど、行くからって飛行機でね、会えないって、なんかもう帰ってこれるかどうかわかんないっていう、戦争終わったのになぜっていうことを言ってましたね。飛行機の機体はマッカーサーの要求通り白地に塗装され、日の丸に代わって緑の十字マークが描かれた。しかし降伏軍士の派遣を阻止するため、この日行われた試験飛行を厚木航空隊が襲撃。横須賀にあった一番機は急遽厚木航空隊の紹介が及ばない木更津に移された。木更津航空隊の安念が制作したビデオには、合流した緑十字機搭乗員の集合写真が記録されている。あの時の私たちは、生還は期しないという悲壮な覚悟で木更津を飛び立ったことを思うと、誠に感無量なものがあります。あの時搭乗員たちが抱いていた悲壮な覚悟とは、要するに断髪決裂したらもう別荘で自殺して死ぬんだというぐらいのことを言われてたから。ピストルを持ってったんですよね。そう、山頂持ってって書いてあるじゃん。兵器庫に出向いて単銃3丁を調達したという駒井。搭乗員でさえそこまでの覚悟を求められた。8月18日未明、ソ連軍が千島列島へ侵攻を開始。このままではソ連に北海道まで占領されてしまう。一刻も早く進駐軍を受け入れ、終戦を急がなければならない。同じ日、進駐の準備のため関東上空に米軍機が飛来した。しかしあろうことか、反乱軍が迎撃に向かったのである。飛行隊長はあれ攻撃せ、今中村編隊が上がったから、お前はそれに合流して攻撃せよって言われた。十分な体制じゃなかったけど、そこで攻撃して帰ってきた。この攻撃によって米軍機に乗っていたアメリカ人兵士が銃撃され死亡しました。もしマッカーサーが攻撃を組織的なものとみなしたら、戦争再開の悪夢が頭をよぎります。そんな中、降伏軍士に選ばれた河辺は天皇の全権委任状を託される。
陛下のご委任状を施行せられ、恐縮して今更任の重きを感じ、こうしてようやく準備が整った大本営は焦燥感を募らせるマッカーサーにフライトスケジュールを連絡した。停戦全権委員一行搭乗の2機、天候の許す限り19日7時木更津飛行場発。木更津飛行場は今は陸上自衛隊木更津駐屯地となっているこちらの場所にありました。今から74年前の8月19日午前7時18分、快晴の天候の中、2機の緑十字機はこの場所から飛び立っていったのです。しかし極秘作戦の情報は反乱軍に漏れていたという。降伏施設が木更津を立っていくという話、撃墜しましょうかって言ったの。要はでも撃墜、その降伏させたくないっていう人たちはいたってことですね。いたんだ。降伏阻止を目論む厚木航空隊の攻撃を避けるため、南へ大きく迂回するルートを取り、派手な電波を出したおとり機2機を西に発進させた。厚木の戦闘機に撃たれないように、だから南に下がって、厚木から九州から遠ざかって沖縄へ。午前8時20分、厚木航空隊の哨戒機から緊急の報告が入った。我中型機発見、軍式と覚える。厚木飛行場からゼロ戦部隊が飛び立った。百戦錬磨の機長須藤の判断は、海面すれすれに太陽に向かってジグザグ運動をしながら機体すれば、なんとか脱出が可能ではないかと。かつて緑十字機と同じ攻撃機を操縦していた高橋はこう語る。日本にもその頃ある程度のレーダーもあったから、レーダーにはめっからないのは海面すれすれの方がめっからない。ゼロ戦部隊が現場に到着するも時すでに遅し、間一髪のところで撃墜を免れた緑十字機は九州上空で出迎えの米軍機と合流した。その後は米軍のこの迎えに攻撃がいたから、その時それは兵隊組んで上から P の文字をいたからが攻撃して、もうこれで死ぬ心配ないんだよ、押しても走った。この時緑十字機は無線電話を使って米軍機と交信している。緑十字機のコールサインはバターン、米軍機は目下と決められた。 This is Bataan 1 This is Bataan 1 目下 Can you hear me? このやり取りは短波ラジオによって発信され、世界各国の人々が固唾を飲んで聞き入ったという。沖縄本島の北西に位置している伊江島です。今もこのフェンスの向こう側、島の3分の1は在日米軍の基地によって占められています。今から74年前、2機の緑十字機がこの伊江島の上空に差し掛かったのは午後0時40分のことでした。 This is Vincent Mark here on Iwoshima. It's standing by tensely for a great event. The arrival of Japan's T-10 boys en route to Manila. 緑十字機が着陸する様子は全世界に生放送された。それほどまでに世界中が戦争の終結を切望していたのだ。With them flies a long frustrated hope of men for peace. That hope is plain in the beaming faces of GIs on this Iwoshima airstrip. 日本の降伏につながる歴史的瞬間を一目見ようと集まってきたやじ馬兵士たち。その目の前でまず2番機が着陸した。The transport plane has moved past our microphone, settled beautifully to the strip.
2番機の整備員アンネンは自作のビデオで誇らしげにこう語る。伊江島に着陸の2番機川西少尉自慢の名着陸である。地上滑走の2番機機上で誘導するアンネン。2番機がフラップを45度に立てて速度を落として着陸したのに対し、1番機では緊急事態が発生。フラップが下がらない。仕方なく上空を旋回していると、米軍の地上管制が変なことをすると下から撃つぞってわけなんです。我々日本軍は奇襲のオーソリティ、また何か日本がやるんじゃないかと思ったのでしょう。アクシデントで着陸時に使うフラップが下がらなくなった緑十字1番機。こちらは当時使われていた米軍の滑走路です。その時周辺には数千人もの米軍のやじ馬兵士たちが集まっていました。もしも緑十字機が爆弾を積んでいて自爆でもすれば、その米兵たちに甚大な被害が出ることになります。緊張感が走る中、米軍の高射砲が照準を定めた。絶体絶命のピンチに名手須藤機長は強行着陸を試みる。フラップが降りないから速度が多いままに、着陸線とか、でも伊江島は 1000メートルぐらいの短い滑走路で、その先は50メートルの崖になってますから、そこを本当にですね、這うように難しいんですよ。フラップが下がらない1番機は猛スピードで滑走路に侵入。米軍機と衝突寸前、かろうじて停止した。またしても須藤機長のとっさの機転で危機を脱し、無事伊江島に到着した降伏軍士たちだったが、物見高く兵隊どもが集まり、盛んに写真機を向けて、深い極まりなし。米軍のカメラマンだったフレッド・ヒルもこのシーンを固唾を飲んで撮影したという。興奮と好奇心、気持ちの高ぶりを感じました。これで終戦だ。もちろんです。自分の人生の中で最もワクワクする日でした。伊江島到着後、搭乗員11人は島に残って飛行機の整備に当たることになりました。一方で降伏軍士16人はまさにこの場所で米軍の C-54 輸送機に乗り換え、およそ1時間後マニラへと旅立っていったのです。Arriving in Manila after changing planes at Ieshima, Lieutenant General Kawabe, head of the Japanese surrender mission, formally salutes Colonel S.F. Mashbeer. ここであるハプニングが起きる。アメリカ側の将校が迎えに来て、川辺さんが握手しようとしたところ、手をひょっと引っ込めた。緊張した雰囲気でした。さらに会議では日本軍将校の正装である軍刀を着用しないよう要求。敵の中へ行くのだから、どういう扱いを受けるか全くわからんわけです。もちろん死を決して乗り込んだわけです。結局軍刀は外して控え室に置いたが、天皇を恥ずかしめる要求があった場合は駆け込んで自決する覚悟だった。それは杞憂に終わったが、アメリカ側が突きつけた進駐の日程は予期せぬものだった。8月23日に先遣隊が厚木飛行場に到着する。なんと進駐軍が降り立つのは反乱軍が占拠する厚木。最悪の結果だった。
これは困ったことになった。23日というと私たちが帰ってからたった3日しかない。しかも私は厚木が氾濫状態になっていることを言うわけにはいかなかったのです。米軍の厚木襲撃を恐れた横山は反乱軍の存在を隠して粘り強く説得。最終的には26日先遣隊、28日マッカーサーが厚木到着となった。マニラでの会議が終わったのは翌日の午前1時過ぎでした。一刻も早く8月26日厚木進駐の事実を東京に伝え、わずか数日で受け入れ体制を整えなければなりません。およそ不可能なミッションでしたが、果たさなければ戦闘が再開する恐れがありました。また当時マッカーサーはまだ天皇の扱いについて決定しておらず、天皇の戦争責任追及を避けて天皇制を維持するためにも何としても無血進駐を成し遂げて信頼を得る必要がありました。そんな中、いよいよ運命の8月20日を迎えます。それは緑十字旗が一刻も早く進駐の情報を伝えようと飛行中のことだった。要するにエンジンが空転し始めたから、右エンジンが、そのうちに左エンジンも飛ばした。8月20日午後1時、軍師一行は天皇が署名する降伏文書などを携えマニラを離陸した。その時、緑十字旗のクルーが帰りを待つ伊江島では、米兵たちが空に向かってピストルを撃ち、大騒ぎが始まった。やっと戦争が終わり帰国できる。連日お祭り騒ぎが続きました。実は今、君たちの軍師がマニラで停戦協定を無事に締結してこちらに帰ってくる。4年間戦った太平洋戦争がこの瞬間に終わる。その時、マッカーサーからのこんな通達を見せてくれたという。2羽の白い平和の鳩を我々が無事に返すことで、血みどろな太平洋戦争が終わりを告げる。個人的にはいろいろ怨恨もあるだろうが、一矢も加えず無事に返すように。降伏軍師一行が無事米軍機で伊江島に帰還したのはその日の夕方のことでした。一方で東京でも事態は風雲急を告げていました。同じ頃、天皇の弟である高松宮は厚木の反乱軍の説得に奔走していた。8月20日、17時より18時40分海軍省に立ち寄り、302空副長整備長と語る。302空とは第302航空隊、すなわち反乱軍の本丸厚木航空隊のことだ。高松宮はその幹部たちに語りかけた。私が今まで伝えた話だけでは了解できず、厚木基地収集の自信がないようであれば、これから直ちに陛下のところへ案内してもよろしい。高松宮は天皇自ら終戦を決断したことを伝え、説得に当たった。ああ、もう何をか言わんやだ。こうなった以上、命にかけても厚木を平穏にまとめるほかに道はない。同じ頃、伊江島では緑十字旗の出発を前にして思わぬハプニングが起こります。それは駐機場を出た2号機が牽引車に引かれて
この滑走路に向かっていた時のことでした。飛行機が下り道を動き出した時、ブレーキの油圧がゼロになった。ブレーキが効かない、止めろ。結局飛行機はトラクターにぶつかって止まった。2番機を修理している時間はない。進駐軍の先遣隊が厚木に到着するまであと5日。一刻も早くマニラ会議の結果を伝えるためには1番機だけで夜間飛行するしかなかった。そして離陸直前、とにかく日本は戦争に負けたんだから、うち帰っても何もないだろうから、それ甘いものも何もないと。じゃあお菓子、要するにキャンディーとかタバコとかいろんなもの持って帰んなさいよという。これで生きて帰れる、単純で自決しなくても済むと喜びをかみしめたという。こうして日本の命運を託された一番機はたった一機で伊江島を出発。離陸を確認したマッカーサーはすぐさま大本営宛に打電した。日本政府代表は8月20日18時30分ごろ伊江島を出発、23時30分ごろ木更津到着の予定なり。しかしその数時間後、信じられないアクシデントが平和の白い鳩を襲うことになるのです。それは紀伊半島上空に達した時のことだった。要するにエンジンが空転し始めたから、まあ燃料不足ですから。なぜか燃料が大幅に減少しており、あと少ししか飛行できないというのである。一体なぜ国家存亡の危機に直結するこのハプニングは起こったのか。米軍は燃料をガロンで測っており、我々はリッターで測っていた。その行き違いだったと思います。緑十字と同型機のパイロットだった高橋も同じ見解だ。伊江島で燃料補給してもらったんでしょ、米軍からもらったんでしょ、はい、それからアメリカはガロンでしょ、だからその辺の行き違いがあったんじゃないかな。燃料切れの原因はリッターとガロンを取り違えた米軍のミスだったのか、それとは異なる見解もある。何かの間違いで伊江島で米軍から燃料補給を受けた時、タンクが一つ空で燃料がなくなってしまったのです。その燃料タンクとは、出発前整備員に点検させましたが、増設層の状態は見ていなかったのではないか、それが原因で不時着のやむなきに至った。増設層とは主翼にある6つの燃料タンクに加えて胴体部分に追加で取り付けられたタンク。原因は給油ミスではなく整備員の点検ミスで増設タンクが空だったためというのである。ただ間違いなくおい積んどけよって、軍師は予定より早く帰るから慌てて出発したっていうのが、燃料を搭載しなかったっていう可能性があるには私は思うんです。燃料の満タンをチェックしなかった搭乗員の落ち度であり、ひいては飛行機の指揮者たる私の責任。いずれにせよもはや選択肢は不時着しかなかった。マッカーサーから受け取った降伏文書だけは死守しなければならない。この中で一番体が丈夫で泳ぎのうまいやつが海の中で朝まで泳いでりゃ、なんとか助け船が来るだろうと。かつてパリオリンピックの5000メートルレースに出場した岡崎に白羽の矢が立った。伊江島へ向かう往路は反乱軍の攻撃を恐れて海上のコースを取ったが、夜間飛行の袋はその心配が少ないので海岸沿いを飛んでいた。そのことが明暗を分けた。厚見半島を過ぎると砂浜が100キロメートルほど続く日本屈指の平坦な海岸線で不時着には適していた。
とはいえ、暗闇の中地上に激突するリスクは大きかったが、満月で実に綺麗な晩でございました。幸いなことに天気は快晴、満月に近い月の明かりで海面がキラキラ輝き、砂浜との境界線がはっきりと分かった。月明かりもあるからね、昼間で明るいからですが、今度は中は着陸する時は景気なんか見ませんから。浜名湖あたりから高度500メートルに降下。須藤機長が副操縦席の狛江に叫んだ。須藤さん、吉本連中俺がやるから、あんたは狛江をご一緒だって。須藤は自分一人で操縦すると伝え、狛江には着陸の衝撃から身を守るよう指示した。天竜川河口が見えてきた頃、エンジンの推力が停止。もはややり直しはできない。一発で決めるしかない。不時着で重要な軍師を死なせたら到底生きてはいられないと神仏の加護を祈った。飛行時間1万7000時間の名パイロット須藤の号令が機内に響き渡った。不時着用意。エンジンは時々パンパンとなる。機体は沈降した。8月20日午後11時55分、緑十字機は天竜川河口の東に位置する鮫島海岸に緊急着陸した。見れば波極めて静かなる砂浜の右側にて、機体の前半部は砂上に、後半部は水中にと、すこぶる具合よき不時着ぶり。機体は前方が砂浜に乗り上げ、尾翼部分が海に浸かった状態で原形をとどめていました。搭乗者は全員無事、降伏文書も無事。それはまさに奇跡の不時着でした。須藤機長を抜擢した緑十字機の責任者寺井は、おやじさん、まさに天佑だと。これほどまでの不時着水はない。しきりに感心しました。お天気は月夜だったのかな。どうやらやっぱりその月明かりがあって、降りれたんでしょう。月明かりがなかったらね、降りられない。奇跡を演出した月明かりはこの緊急着陸を見届けた後、雲に隠れていったという。もし私たちの運が悪く不時着で死亡していたならば、心中がうまくいったかどうか考えると立然たるを覚える。しかしそれで危機が去ったわけではなかった。今夜中に帰らなければ日本が大変なことになります。一刻も早く心中のスケジュールを伝え、米軍と反乱軍の衝突を回避しなければならなかった。深夜0時を回って日付が変わった8月21日、不時着したこちらの海岸に人影が現れました。漁師が2人出てきて日魚の番をしていて、 B29 かと思って隠れたが、話が日本語のようなので出てきたというのです。漁師に呼ばれ駆けつけたのは鮫島集落の警防団だった。で、10人くらいのその金モールをつけた、人が、兵隊の人が10人くらいドロドロドロ歩いてきたもんで、いやいや、これはとんだこんだなと思って。不時着した浜辺から集落まではおよそ2キロ。その間人家は全くなく、夜は真っ暗で村人の案内なしに移動は不可能だった。その後多くの村人たちが飛行機の見物に訪れ、備品などを持ち帰ったという。飛行機も操縦観光やとガチャ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 いくとね、水平のこと、メーター言うことだもんね、その時は。
ビスケットとかチョコレートとか、偉い人とやこういうものを食べてるのかなと思って。それは伊江島で狛江が米軍からもらったあのお菓子だった。74年前、少年たちが持ち帰った緑十字旗の部品が今でも保存されていた。まずこれは、はい、射出敵の座席クッションです。あ、座席のクッション、クッション、はい、それは思いつかんですね。緑十字旗であることを示す証拠の品も残っていた。これその白いこう塗料が残ってます。これ当時のものですか。そうです。真っ白い機体、はい、緑の十字の標識、はい、日の丸はどこにもない、うん、ということで敵だと。戦利品です。戦利品、僕らにとっては。 はい、この触るなと書いたアルミ棒は後に砲口弾の一部と判明した。もう半世紀以上前の話だから。ご自身の字ですか、やっぱこれ。そうです、私の字です。間違いです。上手にならないね。佐藤少年は機体の一部を切り取り、川辺中将前の浜に不時着と記した。その後緑十字旗は台風によって破損し、少しずつ波に飲まれて消えていったという。一方、自警団によって救助され鮫島集落に到着した軍士たちは、こちらにあった雑貨店太田屋の扉を叩いた。あの、皆さんお座りになってて、私が岡手の方からここら辺にお茶を持ってきたんですよね。怖かったですよ。なるほどね、見たこともないこう金貨のあれあの人たちがさ、ずらっと並んでる。太田屋で一息ついた軍士たちは、一刻も早く東京へ戻る方法を模索し始める。その人たちがね、とにかくあの日があの夜が明ける前に、はい、あの東京へ帰らないで何とかしてくれ何とかしてくれって大勢でかやかや言ってるわけね、はい、そしたらあので兄がすぐね、で農協に電話ありますでって言ってね。ここはかつて農協の鮫島出張所があった場所です。案内した警防団員がその電話の様子を目撃していました。赤井君が直視直視っていうことをはっきり言ったよね。それからね、東京へ帰らないと大変なことになりますよ、大変なことになるんだ、だから早く帰りたい、早く迎え来てほしい。電話を受けたのは近くの袖浦飛行場の陸軍中尉だった。しかし袖浦飛行場は小型機の訓練場で、まともに飛べる機体もありませんでした。そこで軍士らをトラックに乗せて浜松飛行場に向かうことになりました。村の警護団をたどりて、なんとか近き部落にたどり着き、貨物自動車に乗りて浜松に向かう。浜松付近において事故の起こりたるも神のお恵みかもしれず。そして午前3時20分、いよいよ出発という時に、誰か知らんけど一人の人がパッと敬礼をしたでね。そしたらみんな同じように敬礼してパッてやったね。川辺中将以下全員が敬礼したという。当時軍のトップが一般市民に敬礼するなど、ありえない光景だった。やがて軍士を乗せた軍用トラックは天竜川を渡って浜松市に入りました。空襲や艦砲射撃で焼け野原になった市街を通過し、浜松飛行場に到着したのは明け方に近い午前4時のことでした。浜松飛行場の飛行機は空襲を避けるため全て富山県に避難していたが、偶然にも浜松に来ていた重爆撃機飛龍を徹夜で修理することになった。午前6時30分、故障していた重爆撃機飛龍の修理が完了し、調布飛行場に向けて離陸しました。東京に到着したのは午前8時。
わずか8時間半遅れただけの奇跡的な帰還でした。報告を聞いた大本営はすぐに各地の部隊に進駐のスケジュールを伝えている。連合軍は8月26日以降本土に進駐を開始する。さらにこのように命令した。厚木基地の部隊全員を8月24日18時までに移動せしむべし。魚雷、弾薬、飛行機を速やかに海中投棄。最大の問題は進駐軍が来日する前に厚木航空隊の反乱を鎮圧することでした。進駐開始まであと5日、もはや一刻の猶予もありませんでした。その頃、厚木航空隊を指揮していた小園司令は南方戦線で患ったマラリアが再発、時には錯乱状態になることもあった。なんか外で声がするんで写真室の窓を30センチぐらい上げてみたら、なんと司令がですね、下帯一本で抜刀してこう暴れてるんですね。あれを見てですね、司令どうしちゃったんだろう。上官の寺岡中将はこれに乗じて反乱軍を鎮圧するため強硬策に出た。たまたま小園司令にマラリアの再発による発作が起きたので麻酔薬の注射を命じ昏睡させて手足を縛った。野比の病院に連れていかれるのはおじさん目の前で送った。でそれを送ってたのは私の同級生だから、野比の海軍病院。昏睡状態の小園司令はこちらにあった海軍病院に監禁されました。その後小園司令はどうなったんでしょうか。鹿児島県に住む遺族を訪ねた。お世話になります、よろしくお願いいたします。どうぞ。お願いします。いやもうこれはもう間違いないですよ。もう入院じゃないんですよ。要するに何つったらいいんですかね、息ですよね息入院したことにして野比の海軍病院のどっかわからんところへ。小園司令は軍法会議にかけられ無期禁錮刑で収監されるが、その後釈放され1960年に亡くなった。一体どんな思いで反乱軍を主導したのだろうか。ここで降伏して終わったら自分の死に場所をね、死に場所と死に時期がなくなってしまうんじゃないかなという、その一緒に共に今までね勝つんだからつって必勝の信念を持って戦ってきた仲間とか、それから部下の方々にやっぱり申し訳ないというかね、それでは終われないだろうという。 The future had begun。米軍の先遣隊が厚木飛行場に着陸したのは緑十字機が奇跡の生還を果たした1週間後、台風のため予定より2日遅れた8月28日のことだった。 General of the Army Douglas MacArthur at 1400 30th August。 そして8月30日、ついに厚木に降り立ったマッカーサー。それは一発の銃声も響くことのない無血進駐だった。当時世界の世論は天皇の戦争責任追及が多数を占めていたが、この奇跡ともいえる無血進駐を目の当たりにしたマッカーサーは天皇を罰せず、逆にその力を利用して統治政策を進めることを決意する。天皇を破滅させれば国家が崩壊するであろう。混乱を抑えるためには最低100万人の兵力と予測できないほど長期間の駐留が必要となるだろう。一方ソ連は北海道の目と鼻の先、北方領土に侵攻。9月1日には
国後島と色丹島に上陸した。9月1日のね、朝早くにね、色丹湾の中に入ってきたその船はね、ソ連の国旗とソ連のマークをね。さらに翌日には歯舞群島に達した。ソ連軍が来て、まあ、家の中にね、びっくりしました。しかも銃を持ってなんだかって言いながらね、怒鳴りながら。しかしソ連軍が北方四島を占領したのと同じ頃、敵対行為を直ちにやめ、降伏文書の一切の条項を誠実に履行せむことを命ず。博仁。The USS Missouri in Tokyo Bay on the morning of September 2nd. 9月2日、東京湾に浮かぶ戦艦ミズーリで降伏文書が調印され、ようやく太平洋戦争は正式に終結する。まさにギリギリのタイミングだった。沖縄だとか硫黄島の激戦を見ているから、いわば軍政を引くような意気込みでやってきたと思うんです。ところが実際やってくると、全くの無血心中。マッカーサー総司令官も軍政じゃなくて日本政府を通じて、占領行政を行うと。そこには不時着を乗り越えて任務を果たした外務省の岡崎克夫と海軍の横山少将の誇らしげな姿もあった。緑十字機の不時着の原因は整備員の確認ミスによる燃料切れとされています。しかしどうしても解せないのは、日本の命運を託された天皇の勅使が乗った飛行機がこのような初歩的なミスを犯すものでしょうか。スタジオには緑十字機の記録という本を出版しました岡部さんに来ていただきました。岡部さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この緑十字機の不時着の原因ですよね、どのようにお考えになってますか。そうですね、確かに燃料切れとされている不時着原因には不自然なものを感じます。はい、実は不時着した1番機の搭乗員で一人だけ名前が分かっていない人物がいるんです。ほう。こちらは2番機の搭乗員だった安念康秀さんが作ったビデオです、はい、その中で搭乗員全員が整列した写真が紹介されていますが、右から2番目の搭乗員の名前が不明となっています。本当ですね。そしてこちらは1番機の副操縦士だった駒井林平さんからいただいた直筆の手紙です。こちらも1番機の整備員の名前が不明となっています。駒井さんにこの整備員の名前を直接お聞きしたところ、それは答えられません、うん、墓に持っていく約束ですという答えでした。まあ、これはあくまで私の推測ですが、1番機が無事に生還すると国体合意の確約がないまま降伏文書へ調印する流れが確定してしまいます。一番機の不時着には天皇陛下のお命を守ろうとする何らかの力が働いたのかもしれません。日本を真の終戦に導いた平和の白い鳩、緑十字機の決死の飛行、その真相は歴史の闇に封印されたままです。ご覧の番組をフルで見放題。動画の続きはここをクリック。